練習書きますとどうぞ一緒に参加してください。練習書くっていくつかの性質があります。で、まずさっぱり練習書くことがわからないというために練習の一部分をコと言います。これコと言いますね。で、このコと練習のどっかこれを結んだら演習と結ぶだけ、他の格を演習格と言います。もうそのまんまなんですね、実はね。で、この演習格の前に、実は皆さんは、中心格っていうのを習ったことがあると思います。中心と結んだら、こいつ、中心格ですね。もうそのままなんですね、この名前の付け方は。この、この両端と中心と結んだところでできた格は中心格、ここ中心格。で、演習と結んだから演習格。もうそのまま、中心と円周の。ね。で、これどういう関係があるかというと、この両端が同じだったら、2対1という関係があるからね。2対1ですよということで、もっとぶつけて言うと、円周角は中心角の半分ですよという関係がある。円周角は中心角の半分ですよという関係です。いいですか？で、ここで1回目一番最初出てくる山が何かというと、これは誰でもできるんですね。例えばこうあって、まあ、ここが120ですよとか言って、で、X なんですかと。これできんかったら申し訳ないけど、高校行けません。60っすよね。そんな問題ってあるんですよ、必ず。いや、これは半分ぐらい分かってもらうのは高校の数学やろ。ついていけんやろ。中学校と高校の大きな違いは留年っていうのがあるわけですから、ね、めちゃくちゃ欠点ばっかり取り寄ったら、その進級できる人も、学年に何人かいるんですよ、毎年。で、中学校の時はね、もう0点でも上に上がっていくわけですけど、40点未満だったら、だから40点っていうのは一つ大事なんですね。40点未満を欠点と言います。42、3点、学校によってはちょっと2、3点違うところもあるんですね。これは分かってもらわないかな。X は半分の60ですよ。これは分かるよ。122で割れよ、いっちゃった。で、これがもう、こうなると、3分の1ぐらいの人がアウトになるんですよ。こうなっただけでアウトなんです。ここが120で、もう頭がついていけないんです。こうなったら、横にずれただけで終わる。で、これも結論から言うと60なんです。なぜかって話をすると、実はポイントがありまして、ポイントがあって、同じ子がこうありますね。で、これ円周角って無限に作れるわけですね。点をずらしていけばいいけどね。この両端は一緒なんやけど、円周、この円周の点をいろいろ変えていくときにできる円周角。これ、全部同じなんです。全部同じなんです、角度が。それがめちゃくちゃ大事なわけです。これ全部同じ角度。でも同じ角度。ということは、上にわざとダミー作るんですね、こうやって。今ないけど、自分で作ったらここ60っしょ。とりあえず。60でしょ？真上はね。どうですか？寝せませんよ、私は。はい。いいですか？大丈夫かな？いいかな？最後の試験です！いいですか？終わったらもう一生寝ちょっといい。すぐ、一生寝ちょったら終わるよ。はい。たかがテストやけね。はい。けどさ、結構分けるテストよ、これ。人生終わりと結構分けるかもしれんテストよ。
それ後悔するんだと。もう一回言うね。真上はできる人が多いからね。これできんかったら相当やだ。半分。で、これが横にはみ出した時に、もう60って答えきらなかった。で、この人のためにあえて説明すると、円周角ってどこでも同じなんです。だから上が60やったら、横にずれても両端が同じ場所から出ていたら60なんです。いいですか？要するに、こことここって同じ角なんですよ。同じやき、ここ60だ、ここ60。もう、それをわざわざ上にかかんでもできるようにはなっていてほしいですよ。両端が同じで中心角と円周角やったら、こんな横にはみ出しても、これ60度ですよって、半分ですよということです。いいですか？まずここ乗り越えましたか？大丈夫ですか？いいっす？あのね、経験だけはあるの、俺。もう本当に年やし、イケメンでもないし、もう本当に、ね、みんなに申し訳ないんだけど、経験だけはあるき、みんながめちゃ間違えたとこだけはわかる。どこ間違えたか。だけど、それを伝えるけん。それを聞いちゃってまたそこ間違えたら、どうしようないね。せっかく情報が手に入ったにもかかわらず、だけど、あとはそれを注意するためには見直しとかね、発散してほしいなと思ってます。本当ですね。待ってくださいよ。ちょっとわざとこんな感じにしまして。ここが120なんですね。これが引っかかるんです。引っかかる人が多いんです。あ、ちょっと待った。もうちょっと書き直させてもらっていい？ごめんね、ごめんね、ごめんね。ですね。引っかかりやすいのが、こんな感じかな？こんな感じの問題かな？すいません、こっちの方が圧倒的に引っかかりやすいんで、どうでしょう。どうすよ。書いた？書いた？はい、X いくらでしょう。ね、そうだよね。実は、こいつの中心角はここじゃないんですよ。ここが中心角なんですよ。ここ中心角。こいつが中心角。中心角なんです。一回転って何度ですか？一回転。360ね。360ね。で、360から120引いたらこれ何度ですか？240ね。で、240の半分なんです。要するにこれ引っ掛けなんです。120って簡単に60ってする人がいるわけ。簡単に60って引いてみる。俺の声よりお前その丸の音の方がみんなを支配しちゃったから。ちょっと遠慮がちにつける。でもね、あのね、俺ね、昔ね、ボールペンを開発したいと思った時あったった？ね？だから丸つけたら、ひらりやりん、ひらりやりんってなる。で、バツつけたら、ねえ、とか。どうすか？ちょっと眠気覚めません。でもね、俺、ある時気がついたん。これ売れんやろ、ね、そのか。みんなが採点しだしてめっちゃ寂しくね？ひらりやん、ペンペンもう教室中がそのことでね。俺昔からね、いろいろ開発したやつがいっぱいあったんですよ。うんこをピンクにするんですよ。そして綺麗な香りがするんですよ。そしたら、ものすごく綺麗な形のうんこでいい香りのやつが出たら、本音はそれ、消臭剤やないか、芳香剤で部屋に飾っちゃうんですよ。一石二鳥。ね。ピンクじゃないでもいいけどですよね。あの茶色の色がやっぱいまいちやろ。ね、こっち色がね、もうちょっと。今の科学やとそのくらいできませんかね。ただバキュームカーの人ですよね。楽しく仕事ができると思います。もうちょっと頭使ってほしいね。これね、中学校の頃で思いついたんです。
これをヒット商品したら絶対売れるだろうなと。と思いませんか。じゃあ行きます。話を変えて。ですね、1回転360で、これ120焼き半分で60にしたら絶対ダメなんです。ここの内側の角やないで、ここの角やったの。ここの角が中心角や。まだピンとこない人のためにもう一回言いますと、例えば、じゃああなたたちって、さっきここの角も半分にしたっていう話。ここの角の半分にしたでしょ？こっち側の角の半分にしたんでしょ？そしたらこっちの角の半分にしたらいかんでしょ？っていうこと。小さい時は分かるけど、大きくなったらもうそれじゃ理解できんじゃいかん。いいですか？ちょっと心配なんで、こう言っても家に帰って復習してくれん人が多いんきね、今年はね。ね、そやき、今すぐ、ちょっと今俺が言ったポイント忘れないように、ちょっと自分なりに2、3分で復習してもらっていい？ですか？横にはみ出した時とか大きくなった時間違いない。はい、今すぐ復習してください。今すぐ自分なりに復習してください。またこれからいくつかポイントがあるんで。そのノートに取ったやつをまとめてほしい。もう一回自分で覚えてほしい。繰り返すしかないとです、俺たちは。ちょっと練習しますけど、ほんとちょっとでいいですよ。お前言ったの覚えちゃう？中1の人。中1の人。それができんかった。これどうしたらよかったですかね。よくかけたらいいよね。正規目が見える人はできるって話してるね。俺これ聞いたら多分、1回で一発でできるようになると思っちゃうね。正規、本当に、ちょっとしたことでできることって結構たくさんあると。ね。自分を信じてもっとできますよ。それでですね、次に行きます。このことからこういうことが言えます。これですね、中心を通るこれ直径なんですけど、直径の上の円周角は、直径の上の円周角は絶対に90なんです。ここ直角なんです。いいですか？いいですか？集中して見てますか？大丈夫ですか？いいですか？はい。集中しますよ。いいですね。授業でちょっとの説明聞いた方あったよ。これ中心なんです。中心。中心を通る線を直径と言います。小学校の復習です。直径の上の円周角は90。なぜかわかる？そうよね。ここの中心角は一直線焼き。180なんでね。180の半分焼き、直径の上は90なんで。180の半分。で、昔は、直角三角形とか、定規とか売り上げた。ギリシャ時代。前も言ったかもしれんけど、綺麗に直角を出すためには、これを使ったと言われてる。コンパスと定規はあったらしい。ギリシャ時代。何千年も昔の人ができたことを現代の我々ができんかったら恥ずかしいんですよ。いいですか？ね？だから柱をまっすぐ立てるためには90度がいるわけよ。どうしてもその90度を正確に作るためにこれを使ったって言われてる。コンパスと定規があればできる。ね？90を作ることができる。
例えばこんな問題があります。例えばこう書いてあって、じゃあもう一回問題作ろうか。例えばこのタイプの問題で角度を計算する問題ですね。まあ、こういうふうにありまして、でここが30とか書いちゃう。で、x を書いてみます。ね。そしたら60ね。だ結局は書いてないけど、直径の上やき、ここ90ですよとか、自分で判断して、そしたら180からこの2つを引いて x が出ますよとかね。いいか、そういうふうに直径の90度っていうのを使ってください。ですか、直径の90度を使ってください。はい。そしたら、ですね、照明の話をちょっとしていきます。範囲が広いときはね、あまり目限がいいですね。範囲が広いっていうことの裏返しは何かっていうと、浅いんです。深く掘り下げられないです。範囲が狭かったら3ページとか言ったらどこ出されるかわからないですし、それはちょっと逆にやりにくいです。で、広い時ってみんなめちゃくちゃ落ち込むんですよ。うわ、こんな何十ページもせないと。でも実は比較的やりやすい。まとめのところとかがボンボンって2つあったら、ただそこを大体押さえとけば、大事なところだけ押さえれば、めちゃくちゃ変な問題を出す余裕がないんです。ね。で、俺、みんなに言いたいこといっぱいあるんだけどさ、例えば、この三角形の相似を証明してくださいって言われたとします。はい、急いで写してください。まず円がありまして、ですね。ね、さっきもちょっとアドバイスさせてもらったけど、丁寧にしすぎるとね、時間が足りんで間に合わんたよね。それでも、ここは大事やけど、ここはあんまりそうでもないなって自分で判断して、大事なとこにいっぱい時間かけて、ほとんどどうでもいいところって悪いけど、飛び抜かしたら。だけど、俺も山かけるのって正しい勉強の方法と思うんで、どこが大事かじゃ自分で分かるんだね。書きました？で、こういう問題なんです。三角形 ABC、相似三角形 ABE を証明しなさい。あ、ごめんなさいね。三角形 ABC、相似三角形 ABE を証明する。相似条件ってあったじゃん？相似条件をちょっと3つダッシュで書いてもらっていい？そこの下に、この下に。相似条件3つダッシュで書いてください。相似条件。ここで書けんかったら勉強不足よ。ほんと。合同条件と一緒でね。相似条件3つ、きちんと書いてみてください。頑張れ。322よね。322、相似条件ね。で、3個目の辺の比が、こいつだけ全てやったでしょ？あとはそれぞれやったでしょ？ 322 やもんね。3個目の辺の比が全て等しい。2個目の辺の比と、その間の数がそれぞれ等しい。それぞれ等しい。で、最後は、2つ目までいいんだけど、角ですね。2つ目の角がそれぞれ等しい。なんで、もう証明せよって言われた段階でもう気持ちで負けた人がめっちゃ多いとやけどさ、え？
この状況で、この3つのうちどれ使ったらいいと自分で考えてみて。この状況で3つの掃除条件で、どれを使ったらこの照明ができそうかなって考えたら、どれですか？どれどれ？めっちゃ冷たかった。参加してね。参加してね。いいですか？はい。このうち誰か、ちょっと手挙げてくださいよ。ね、もう一番下は試験終わってていいけどね。はい、行きまーす。一番上と思う人。よかったー。これ、手挙げられたら大変だ。これと思う人。これと思う人。だよね。だよね。その証拠に長さもどこにも書いてない。ね。変作ろうと思ってない。なんか変な。ね。ほんで、いきますよ。まずさ、さっき言うたことたい。円周角、ここで等しいじゃない？同じこの上に立つ円周角。縦になっちゃったらわかるけど、横になったらわからんって言ったらいかんよ。いや、さっき焦げ変えちゃったり、縦やったらわかりますけど、いや、横になっちゃうけんさっぱり気づきませんでしたって、それちょっと甘かるで。これがこうなっただけですから。同じこの上に立つ円周角が等しいのでこういうところでしょ。そしてもう一つ何ですか。もう一つどこ等しいですか。どこ等しい。ここ。これ二つの三角形が重なっとっちわかる。ね。そうそう。二枚の三角形が重なっとわけたいこいつ。そういうことや。で重なっちゃって辺がずれてないっていうことを前から言ったんやけど。こいつじゃない？うん。こう重なってんじゃない？綺麗に。で、このことを何て言うと？共通っていうんでしょ？どっちの三角形でもあるわけ。共通っていうわけでしょ？ね？もうそれで終わりば。それで終わり。はい。今、2年生が合同条件っていうのをしようんだけど、ちょうどね、1年前は私も合同条件しよったね。で、1年後はこう掃除条件になるっちゃけど、角が2つ同じとこがあるっていうことを探すだけやさ。ね。で、照明はどっからスタートするかっていうと、ここ消しますけど、いいですか？三角形 ABC と、三角形 ADE に置いて、ここからスタートして、ね。ABC と ADD に置いてでしょ。はい、変えてください、変えてください、変えてください。止まらん、止まらん。あのね、昨日ね、2年生がね、合同値書き寄せちゃった。合同の証明、合同。合同を今から証明せないかんと、最初に合同値書き寄せちゃった人がおったという。それやばくない？証明する前に合同値書き寄せ。それがまたわからん。学校の授業も塾の授業もずっと受け負った割には、なんでここに等を書きないんだよ。なんで合同値書いてんの。同じことをみんなに伝えるけど、ここに掃除マークを書いた瞬間に全問ピンやん、これ。どんなにこう綺麗に書いても、ここに掃除の記号を入れた瞬間に同じ。なぜ？それを今から説明するわけやき、最初に掃除ですよって書いてしまったら終わりってこと。ですね。だから、この三角形とこの三角形において、こう書きましたか？ここからスタートですよ。ですね。それで、さっき言ったように、まあ、丁寧に書くと同じこの上に立つ円周角。あんまり書きたくない人は円周角は等しい。でも、ギリギリセーフかな。円周角は等しい。ちょっとまあ、少しは余裕がある人はこれ入れてください。同じこの面立つ円周角は等しいので、もう数学いっぱいいっぱいですよ、ちょっとやばいですよっていう人は円周角は等しいのは分からない。で、この角とこの角。ABC と ADB。角 ABC。角 ADB。はい。それか、あとはですね、
細かくね。BAC。例えば BAC。A を真ん中持ってくれってね。BAC ときたら、どうですか？どっちから行かれたんですか？ BDA。あ、違う。B からスタートしたっけ？ BAE。で、ここに、共通と書いてある。なんでかっていうと、共通でしょ？相手にちゃんと分かるように。共通でしょ？もうこれで終わりですよ。もうこれで証明。あと、何なんでって書ける。1、2より、2組の角がそれぞれ等しいので。これで終わりです。で、一番最初に戻ればいいです。三角形 ABC 相似、三角形 AB。じゃあもう一回話をしますね。もう一回話をします。まず、これ相似を証明しなさいって問題が出たら、何々と何々に置いて、これとこれに置いてっていう風に、これを書いてからスタートします。よく観察しよって、真っ白な人はまずこれすら書きません。作は分からんでももう、0点よりは、ひょっとしたら1点もらえる可能性もあるかもしれないき、少なくともこれとこれに置いてぐらい、ここに書いちゃうわけね。これを写すだけでいいわけよ。これはもう本当に頭が言い悪いなくて、やる気があるかないかの問題ですね。いや、一行書いたんですけど、次は全くわかりませんでしたと。そろそろ残念やったね、となるけど、真っ白状態ありえん。そういう生徒はその高校は欲しくない。そんな簡単に何も書かんで諦めるような生徒欲しいっすか？自分の高校、自分の会社に欲しいっすか？一生懸命書いて間違えちゃうってやったら、まだ物になるかもしれない。欲しい。それがやる気でしょ。頭が言うわけの前に。ね。で、何々と何々に置いて、書いて、で、あと、円周角等しいの。同じこの上に立つ円周角は等しい。円周角は等しいので、こことここ等しい。ABC と ADE が等しい。で、もう一つ。ここは綺麗に重なっとうけん。二つの三角形で重なっとうわけだよね。この角はね。だけん、各 BAC、例えば BAC ときたら、DE、BAE と言われたね。BAE と言われたね。はい。で、これは重なってる共通だから等しいでしょ。で、これで二つの角が、二組の角がそれぞれ等しいと分かったけん、相似ですよと。で、これも習いました。で、ここで終わるんですよ。だけどすぐ忘れる。だから、はい。もう一回この絵を描いて、できたら次のページにこの絵を描いて、もう何も見ないで自分で自立して証明してみてください。勉強ってそんなもんなんだ。今は俺が解いたとやき、あんたたちは解いてないわけ。ね、頑張ってください。
書き終わったら、もう一回チェックしてもらって、間違えたところを何回か練習しましょう。ですね。目的三角形何々何と三角形何々においては書かないかんとかね。そっから、それ書かんとスタートできるんですね。そこに変えちゃうあるんですよ。そこは悩まない。Thank you.